どうも中本します。はい、今日ですね、もうねこれ3回目なんですよ、撮り直すのが。もうちょっといい加減成功させたいなってところなんですけれども、今日は原宿に来ております。こちらですね、こちらです、原宿に来ておりますね。なぜ原宿に来ているかっていうと、この前この動画あるじゃないですか、メグっていう女の子にね、3万円で僕がコーディネートするっていう、まあ、だから女子を3万円でコーディネートしてみたみたいな動画あったと思うんですけど、それのメンズバージョンで逆に僕がされるっていうのを3万円でね、3万円で僕がコーディネートされるっていうことをちょっとやってみたいなと思って、今日はね原宿に来ております。してもらう人にもよって結構変わるじゃないですか、テイストとか違う系統だったりとか、僕の好きな服と違う系統が好きそうだなって方にちょっとお呼びして、その方にしてもらおうと思ってるので、この方ご紹介したいと思います。はい、こちらの方ですね。どうも、こんにちは。FF13 わかります？わかんないか。めっちゃ似てる人がいるんですよ。はい、さくらさんですね。はい、3万円コーディネートのやつで店員さんとして出てたのかな、多分出られてましたよね。はい、非常にありがたいことに出てくださってて、はい、年齢僕の1個下ですよね。26、まだいい。うん、多分7、あ、とりあえず1個なんですよ、とりあえず1個なんですよ。はい、はい、スローの古着屋さんの店長さんなんですよね。なんでブランドブランドっていうよりは古着っぽい感じの方で、一緒に原宿回って行って3万円でコーディネートをねしてもらおうと思っておりますので、お願いします。一緒に行きましょうか。じゃあ、はい、すいません雨なんですけどね、行きましょう。はい、原宿詳しいですか？いや全く。あ、全くですか？詳しくない。やばいぞ。じゃあ詳しくない2人でぐらいはやばいぞ。やばいぞ。ちょっとこれディスってるわけじゃなくて、はい、ちょっと 2.5 次元感ありますよね。すごい言われます。ちょっとあるっすよね。うん、ちょっと、まあ、いや嬉しいですよ、うん、嬉しいです。あ、でも 2.5 は言い過ぎか、 2.7 ぐらいかな。7、おー、うん、おー、3次元近づいてるな。そうですね。コスプレとかすごいしたいんですけど、ね、あ、へー、なんか SF のとかできそうですけどね、さっき言ってたやつとか。あ、言ってたやつ。そう、髪の毛の色がおっきりなんですよ。あ、なんかだってルイ・ヴィトンのモデルとかもやってましたよ。綺麗すぎて。ライトニングってキャラなんですけど、ライトニング主人公ですね。はい、すごい色してますね。すごい色なんですよ、うん、ここはですね、あ、キャットストリートか。キャットストリートらしいですよ。はい、ちょっと、スローそこです。あ、スローさん2階です。あ、あそこか。メンズがないんですよね、スローさんね。メンズないんです。だからちょっとね、今回はまあ行っても普通に見るだけになっちゃうんで、こちらですね。今日はですね、1店舗目としてちょっと取れるか分かんないですけど、古着ないと無理なんで、ちょっとねこのラグタグさんに今来てるので、もうブランド古着で言ったらね老舗なんで有名なお店だと思うんですけど、取れるかな。ちょっとまあ無理だったら無理で、まあ一旦見てみましょうか。でもね、無理だとしてもなんか選んでもらったりするので、はい、ちょっと行ってきます。一応ね、なんか取れるってことでね、はい、すごいタイミングよく視聴者さんがいらっしゃって、働いてらっしゃってね、撮れたので、ちょっと撮っていこうと思います。はい、1階レディースです。ちょっと人も多いんで、さーってやりますね。2階行きましょうか。はい。ここからが2階。ここが2階ですね。2階がメンズみたいなんで、こっちもそうですね。じゃあ、この中でさらって見てって、僕をね、コーディネートしてもらおうと思うので、ちょっと見ていきましょうか。ここからはちょっと桜さんベースで撮っていくので、そこはね、ブランドが分かれてるんですよ、ラグタグさんは。N ハリ、ラッドミュージシャン、ソロイストとサリバン。こうしようみたいな、ちょっとあったりするんですか？ちょっとあったりするんですか？あー、なんか、はい、全部。あー。色入れて。色入れて。色のイメージなかったんで。あ、はい。すいません。色を入れてみようかなって感じです。あ、ありがとうございます。はい、じゃあ、春夏感。3万円ですからね。ここら辺ギャルソンっすね。すごいことしようとしてるじゃん。これすごいですね。すごいです。穴、鍵穴っぽくなってますね。これで下に何も。何も？何も？予算が浮くんだ。予算が浮くだけですよ、それ。一応ちょっとおしゃれにしてもらうみたいな感じなんで。そうそうそう。ジャケットとかもあるしね。うん。いいっすね。シンプル。8000円ですね。やっぱ値段見ちゃうですね、この企画は。基本値段ですね。ああ、祝辞ね。18か、安い気がする。可愛いですこれ。あ、ここら辺か。サイズばっかり。あ、でも、うん、なんか値段もそうだし、ダメだっつって。やっぱメンズだとめっちゃむずいかもしれないですね、3万円ね。はい、一応ね、ここはね、シュプリームさんとか、アンダーカバーさんとか、ステューシーとか、オフホワイトさんとか、リッキーズですか。
リッキーズ。ありますよ。リッキーズって行ったことないですねってやばいですよ。シュプリームっぽいですね。シュプリームは高そうですね。それね、ジバンシーファン1になってもらうしかないです。そうですね、すぐファン1で立たせようとするから。なんか着るときになったらまた撮ろうと思います。ちょっとね、今ね、驚愕の事実が発覚したんですよね。あ、ちょっと皆さんこれ見てください。ファイナルセールって言ってね、 70% オフしてるんですよ。めちゃくちゃ安いじゃないですか。ほら、最安2400円が719円になるんで。序盤で知りたかった。そうですね。これやばい。表示価格よりですからね。さくらさん、惑わさないでくださいね。ね、そうです。ここでね、なんかあれば。めっちゃ安いですか。ちょっとね、じゃあ、さくらさんが2つね、選んでくださったので、ちょっと今、試着室になって、ちょっと着替えようと思います。はい。ということでね、買わせていただきましたね。一応ね、2つ買わせてもらいましたね。はい、結構ね、いいっすよね、あれね。うん。うん、結構いいもの。まあ、あとね、あれだけって感じですよね。はい、あれだけです。言わないですけど。あと、はい、とりあえずあれがないとファン1になってしまうんで、それを探しにね、原宿歩いていこうと思います。さくらさんは、何聞こうかな。何代だったんですか？青学です。青学だったんですね。変わった学科で。なんていう学科だったんですか？文学部の視覚芸術学科っていう、視覚っていう、なんか比べる。そうなんです。芸術と言っても、なんか音楽とか美術とかいろんな分野あるじゃないですか。はいはい、あります。それをなんか包括的に学ぶ。はい、一期生なんですよ。その学科の。できたばっかりの時に入ったみたいな。あ、そうなんですよ。すごい。最初からスローさんにいたんですか？いえ、その前はママデザインストアに、はい。あ、面白いものがいっぱい売ってある。2店舗目は、アンフォローさんですね。これはキャットスイートですよね、ここもね。はい、ちょっと知り合いの方働いてるんで、ちょっと遊びに来ました。ちょっといいですか。すいません、高田さんですね。全然恥ずかしい。こんな、ちょっと怖そうな感じしてるんですけど、いい人ですもんね、結構ね。でも結構下水一面もあったりするんで。よかったらね。同い年ですよね。同い年です。はい、ぜひちょっとお願いします。なのでね、こんなからちょっとまたさくらさんにちょっと見ていただこうと思うので。さっきとはまた一風変わった感じですもんね。結構違いますね。うん、結構違うんで、うん、オルジェラとかもいっぱいあったしね。いっぱいある。浮いてみましょう。幼児もありますね。内田すずめさんのやつですね。はい、ブラックスキャンダルなんですね、一応ね。ワイスリーとかもありますしね。いろいろあるんで。黒は使いたくないって言ってたんでね、さくらさんが。結構切れ目でしたもんね、さっきの2つがね。そうなんですよ。だいぶね。ちょっと悩みますね、これは。うん。ということでね、アンフォローさんでも1つ、高田さんが今持ってるんですけど。ありがとうございます。感謝いただきました。どうなったかっていうのは今後お見せしますので、ありがとうございます。どのあたりって言えばいいんですかね。渋谷寄りの真ん中。渋谷寄りの真ん中。渋谷寄りの真ん中。はい、遊びに来てください。はい、インスタとか概要欄に書いておきますので、遊びに来てください。はい、すいません、ありがとうございました、今日は。ありがとうございます。出ます。はい、ちょっとご飯をね、休憩をしましてね。休憩をしましてます。何も食べてないんですよね、今日。ルマンドのチョコだけ食べます。ご飯が来ましたね。ご飯来ました。これがタコライスですね。タコライスです。器がすごいですね。いや、なんか高い。なんか高いですね。じゃあ食べていきましょうか。食べます。ということでね、服選んで、服選んで、ご飯食べて、料理に来た感じですね。はい。この僕の店に、はい、今来てます。はい、お邪魔してます。はい、ちょうど回った2店舗で、その3万円コーデね、ちょうど本当入りましたよね。本当に。本当に入った。綺麗に。そう、合計額だけ先に言うと29,200円、税込み。ちゃんと3枚でできたんですよ。早速ね、これにね、着替えてこようと思います。お願いします。おー、よくないですか、普通に。めっちゃいいです。こんな感じなんですよ。なんか色が斬新ですよね。そうなん。でも色斬新なんですけど、形とかすごい全然着れるというか、斬新だけど、わこれってならない感じの、うん、めっちゃいいですよね。ここからの、ここからの、ここ
味がほとんど一緒ですね。一緒ですね。はい、ありがとうございます。いきます。これが全身で29,200円ですからね。よいしょ。ありがとうございます。はい。大変そうなのに。全然大丈夫です。さすがだなって思いました、めちゃめちゃ。おー、やったー。これはめちゃめちゃすごいいいっす。違う、だってこれをね、だって2、3時間ぐらいでパッと決めてもらってね結構早かった、早く終わるねみたいな感じだったぐらいだったんで、うん、そうなんですよ。そうなんですよ。1個ずつ言っていくと、これが、マイビューティフルランドレットっていうブランドのブルゾンですね。ちょっといつのかまでは分かんなかったんですけど、まあ、切りっぱなしになってるのはブルゾンで、うん、ハイネックのカットソー、これ半袖なんですけど、これがカラーのハイネックの、まあ、ちょっとボンディングっぽい素材のカットソーで、これが9200円、確か9200円、はい、税込みでめっちゃ安いんですよ。でこの2つはどっちもラグタグさんで買わせてもらいました、あのアンフォローさんで。このパンツ、このパンツが、モアザンドープっていうブランドの、韓国のブランドしてましたね。言ってましたね。ちょっと実はね、よく見るとここにロゴみたいなのが入ってはいるんですけど、これです。あ、薄いベロはさね、全然 SS でも履けるような、うん、薄い、1万1000円でした。そう、1万1000円だ、はい、別に定価で1万1000円でしたね。うん、定価でした。そう、だから税込みで1万2200円とかになって、全部合計で2万9200円とか300円とか、それぐらい本当にちゃんと収まったんですよ、税込みで。で今回のね、大成功ですよね。大成功です。なんかめっちゃいいし、びっくりしたんですよね。このなんかこのグレーとか僕絶対着ないんですよ。でグレーとか絶対着ないけど、なんかこううまいことを差し込んでくれて、そこが絞ってあるんで、割と履きやすいかなってい う, う、ね、こうなんて言うんでしょう、メリハリがつきやすいというか、ダルンって下までしないんで、うん、太めなんですけど綺麗なシルエットになるっていうね。3万円で全身がコーディネートできちゃうっていうことに僕は今びっくりしてて、いやめっちゃすごいです。2人とも結構やる前からねできるかなみたいな感じで、そうなんですよ、スタートラインがそれだったんで。でも意外でした。そう、意外といけたなっていうので僕本当びっくりしました。いやいけました、ね、よかった。いやめちゃめちゃ嬉しいです、普通に。こちらこそです。ということでね、今回はあのおしゃれさせてもらいました。このね、多分このグレーがね、多分一番ないです、僕は。確かにこのグレーが、僕本当グレーって着ないんですよ、あんま選ばない色で、うん、よかったです、はい、ありがとうございます。すいません、すごい体勢で。あ、全然大丈夫です。すごいなんか中腰みたいなさくらさんのインスタとかはあの概要欄に載せておきますので、こちらで見てください。見てください。こちら見てください。結構言われたんですよ、てか実はそのさくらさんを動画出してくださいとかっていう質問が来てたりしてて、本当はそうだから、あ、確かにいいよなあの人と思って、今回ご協力いただけるってことだったんで。で、会いたいって人はね、スロー、あ、スローに、はい、スロー大会まで見らっしゃいますので、はい、そちらでオモサンドにもいます。あ、そうか、オモサンドにもそうだ両方いるんですよ、両方いるんで、両方のオサなんで、はい、だからサンティ、ハニー来てあげてください。お願いしま す。こんな感じでね、今日は、3万円でコーディネートしてもらいましたので、いつもファッション系の動画あげております。まあ、今日はちょっと変わった企画だったんですけれども、そうじゃなくてもブランドの紹介だったりとか買い物だったりとか、まあ、いろいろバーってファッション系の動画あげていきますので、もしいいなと思った方とか、まあ、良くないなと思った方もチャンネル登録と高評価をなるほどね、ないどうぞお願いいたします。あとさくらさんのインスタ概要欄にあるので、そちらも見ててください。お願いします。します。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう、はい、失礼します。どうも中村です。最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。これからもファッション系の動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価、何卒よろしくお願いいたします。あとインスタグラムもやっております。概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらからぜひフォローの方お願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。